まずはオープミズの紹介を軽くさせていただきますね。冒頭お話しましたけど、食テクノロジー、アートを掛け合わせて未来の食文化を競争する、はい、フードテックアートコレクティブということで、僕はクリエイター、クリエイティブディレクター、アートディレクターという職種なんですけど、当然僕だけでは食の未来っていうのは作っていけないので、食テクノロジー、アートそれぞれの産業で、さまざまなプロフェッショナルの方々と、競争しながら、プロジェクトをどんどん推進していっています。でこれまでですね、僕が2015年に立ち上げまして、 後ほどそのなぜ立ち上げたのかというお話もさせていただきますけども、これまで7つのプロジェクトを世界に向けて発信しておりまして、でこれが最新のサイバー和菓子になります。で、これまでですね、世界中でいろいろと取り上げていただいたりとか発信したりとか、していっておりまして、森ビルさんの未来の芸術展とかメディアミッション東京とか、はい、出させていただいてますけれども、その他にですね、イスラエルとか中国とかベルギーとか、今フランスが新しく展示していただいているのかなっていう感じで、いろんなところでエキシビジョンを、したりしています。榊さん、はいはい、すごい数のプロジェクトをこれまでされてますけれども、はい、なんか僕感じたのが、ちょっと先の未来の話ではなくて、かなり遠くのもうぶっ飛んだ先の未来を、そうですね、榊さん作られてるじゃないですか、うんうんうん、それがすごく面白くてですね、メディアミッション東京ですとか、これまで未来と芸術展、森美術館とかで出されていたものって、これがもうなんかアートなのか、もしくは現実世界のものなのか、本当に製品としてこれから実際に作られていくものなのか、もうそこら辺ちょっと境界さえもないようなものだと思って、僕はすごく新鮮で、しかも衝撃的に映ったんですね、はい、なんかそれをどうやって発想されたかっていうところもちょっと後ほど聞かせてください。ぜひ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 です。結構その後ほど少しお話しするんですけど、今そのテクノロジーが食産業の分野にもかなり浸透してきていて、はい、ベースは課題解決なんですけど、食のあり方というのがどんどん変わってきているっていうのがあります。なので実際に多分今日今起きているフードテックの話も後ほど少しするんですけど、はい、その情報でも結構一般の人からすると、もうこんな未来来てるのって感じだと思うんですよね。そうですよね、はい、でそれはでもまだ点で起きている、はい、進化というか変化なので、それらを統合すると2030年40年どういう食の体験が起きていくのかっていうのを、妄想してビジュアライズして実際にプロトタイピングして、当然まだ完成はしてないんだけど、その未来の兆しみたいな欠片みたいなものを出すことによって、そこにみんなこう、その未来いいじゃんって、どんどん、なるほどっていうね、もう榊さん本当 SF の世界みたいなものを目指せて、遠くになんかボールを投げてくれて、それをみんながなんかそこに追いかけて実際に動いていくみたいな、そんなプロセスなんですかね。そうですね、それってビジョンドリブン型のメソッドって自分で言ってるんですけど、はい、ちょっとその辺ももし時間があれば。わかりました。すいません、ありがとうございます。で、またちょっとスライドに移していただきたいんですけど、はい、2015年に何がきっかけで始めたのかっていうことを一番最初の話をしたいんですけど、CMYK ってご存知ですか。はい、色のそうそう、色の4原色、4原色ですね。そうです、光の RGB と違いますね。シアン、マゼンダ、イエロー、ブラックっていう、僕もともとデザイナーで、いわゆる紙の媒体のデザインを結構やってたので、いわゆるイラストレーターとかフォトショップとかでデザインをして、世界中の、デザインし、パソコンで、ね、ここでデザインしたものが世界中の印刷会社に転送すると全く同じものが出力されるっていう、皆さんご存知だと思うんですけど、印刷物ってルーペで拡大すると、CMYK の色のドットで全部できてるんですね、うん、で、これは色の4原色じゃないですか、はい、でこれを味に置き換えられないかなっていうふうに面白いですね、早速も とある、なんかある日思ったんですよね、はい、で要はその味の4原色を作ったら、それをデータ化して世界中に配信すれば全く同じ味というか料理が再現できるんじゃないかという構想
があって、で、まあ、そこから自分のこれ家のパソコンとプリンターで実験してみた時もこれ坂木さんの自分のプリンターですか？これ自分の自宅なんですけど、はい、あのエディブルプリンターみたいなのが売ってて、あの中のインクジェットの中にあの食べれるやつが、食べれるインクが入ってるやつのその中を捨てて、醤油とかあの砂糖水とかお酒とか、ね、お酢とかを入れまして、インクジェットのカートリッジの中に。普通の家庭のプリンターですよねこれって。そう、あの一応ねエディブルプリンターっていうのがあるんですけどね。でそれをですね、いろんな色の、まあ、これ仮に寿司にしてますけど、はい、いろんな色にして、うん、あのこれ食べられる紙なんですよ、あのエディブルペーパーといった大豆ベースの紙なんですけど、はい、でそれにいろんな色の掛け合わせでですね、はい、出力すると全部茶色で出てくるんですけどこれ味が変わるんですよ食べたら。確かに当然醤油とか入ってるからってことで、そう、赤が多いと醤油とかね、味とか。醤油と何が入ってるんですか？醤油とね、お酢とお酒とね、砂糖水、まあ、あの日本料理カートリッジですねっていうことに気づいて、今あのこれパソコンとプリンター隣同士になってますけど、はい、あのこれ別にプリンターがアメリカにあってもプリンターが別の場所にあっても、はい、あの味が転送できているわけですよ。まあ確かにそうですねっていう、あこれはすごい発明なんじゃないかというふうに。このでも発想がすごいですよね。まずそうでしょう、自分のプリンターの中に醤油入れてみようっていう。そうで、あこれはなんか結構可能性があるんじゃないかと思って、うん、でその食データ転送構想みたいな企画書を書いて、はい、で、まあ、いろんな大学の先生とかにね、はい、あの聞いていったんですよ、はい、その後に。でいろいろ調べてると、あの食のデータを取ってる先生が九州大学にいらっしゃって、まあ、結構偉い先生が、はい、でその先生に送ると、あの、まあ、会いに行ったんですね九州まで、はい、まあ、4年ぐらい前ですね。そしたら、あの君面白いねとクレイジーだねとそれは想像ありますよ。あのいろんなこうその食味覚センサーっていうね、はい、あの食データ、あすいません、あの食データをあのデータ化して貯めている会社とかね、はい、あの味覚データを取る会社のハードのあの会社とかいろんな人を紹介してくれて、はい、でそこからこういろいろこうディスカッションを重ねていくと、うん、新しいアイデアがひらめきましたと、うん、でそれがこの次のスライドなんですけど、はい、要は今紙1枚の紙に、はい、あの SSSB っていうあの味の4原色で食べて味変わりましたけど、はい、これが紙が重なれば食べ物になるんじゃないかと。あ立体的になりますからね。立体的になるんで、まあ、まあシンプルな発想ですよね、うん、で、まあ、要はこれ 3D プリンターじゃないですか。まあそうですね、はい、はい、なので、あこれ食べられる素材で 3D プリントしてるすれば、でそこに味を混ぜれば、あの CMYK のさっきの SSSB の概念を混ぜれば、うん、あこれは料理ってデータで転送できるんだなということを気づきましたと。でそこからあの、まあ、我々はその食をデジタル化して、はい、あのまあ、インターネットにつながった食の世界っていうのを、まあ、一つのコンセプトにして、まあ、後ほど話します寿司テレポーテーションとか寿司シンギュラリティとか、うん、まあ、なんかそういうものを、ね、どんどん発信するというような活動を始めたというものですね。で、まあ、ちょっとあの僕の作品の前に、はい、あのまあ、今フードテックって最近ですね、ここ最近日本でも本とかも出て、うん、あの主流ではないですけど、まあ、みんな大きな会社さんもちょっと注目され始めている、うん、ご存知ですかフードテック。特になんかアメリカとかではあの人工肉とかが流行ってますよね。あそうですね、まさにそうですね、はい、でまあ、その辺ちょっとお話すると、はい、あの2014年ぐらいから、これアメリカの投資のデータなんですけど、あの2014年ぐらいからもう倍々でフードテックに対しての投資がものすごく増えていて、あ、まあ、僕が始めたのは2015年ぐらいなんですけど、はい、まあ、フードテックなんて全く知らないであの興味本位で僕は最初始めてますけど、あので日本に入ってきたのが2017年ぐらいですかね。あで、まあ、時を同じくして世界中でフードテックのカンファレンスがもう今もっともっとどんどん増えてますけど、あもうこんなにあるんですね、はい、もう今大小合わせると
あのすごい数だと思いますよ。要はロボティクス、フードロボティクスに絞るとか、さっきの、何プロテイン、代替プロテインに絞るとか、もうそれだけでものすごい数が増えていて、僕もなんかいくつかいろいろお話しさせていただいてるんですけれども、世界の飲食用マーケットってものすごいわけなんですけど、実はあの 5% 以下しか満足している人がいないんですよね。あ、そうなんですね。 そんなに少ないんですか。そう、だからこのでかい市場で 95% 以上が、はい、不満を持ちながら、不満を持っているというとんでもない潜在市場。俺にもっと美味しいものを食べさせろと。そう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 、美味しいものなのか体験なのか、はい、健康にいいものなのか、健康にいいものなのかですね。でこれが、いわゆる後進国の、食生活が豊かになったりとか人口の増加によって2030年までにこれぐらい増えていくというふうに言われていると。でもうみんながもっといい食体験、もっとおいしいもの、もっと健康にいいものっていうことを、加速していく、このコロナ禍で実はさらにそれが加速していってるんですけど、なるほど、そういう世界がありますと、はい。でフードテックってめちゃめちゃ幅広いんですけど、あの4つキーワードがある。これはオープンミルズの僕の整理ですけど、はい、1つはサステナビリティ、持続可能性ですね。で2つ目がパーソナライズ、個人最適化、個人最適化、はい、で4つ目がオートマタイズングって自動自律化ですね、 AI とかロボットとか、はい、で4つ目があの、それら全部がデータでつながってあの新しい食産業が生まれようとしているというようなもので、ちょっと前置きとして今何が起きているのかっていうのを少し紹介しますね。はい、でまずサステナビリティなんですけど、あの、人口増加とか食料不足、あのよく言われてますよね。これからどんどん食料不足になっていく、とか、フードロス、日本ってフードロス大国なんですけど、なんかそうみたいですね。であとは CO2 削減とか、食課題ってものすごくいっぱいあるんですね。でそれをどうやって解決して持続的な未来を作っていくのかっていうことのため の, あのフードテックが、これで一番代表的なのが、フードテックと代表的に言われるのはいわゆる代替プロテインですね。あ、いわゆる植物肉って言われているようなものですね。はい、ビヨンドミートとかインポッシブルミートとか、ああいうやつですよね。そうです、そうです、うん。で要はあの畜産業ってものすごく CO2 を排出すると言われて、1キロのお肉を作るのに自宅にあの自分のお皿まで届くのに、ものすごい量の水とものすごい CO2 を出しているというふうに言われているので、それが植物に切り替わると、ものすごく、環境にいいとか地球に優しいっていうことにもつながるってことですよね。というのが一つ、今は植物肉っていうのが話題ですけど、今はあのそのいわゆる培養肉って言われているようなあの研究所の試験管の中で、作られている肉、細胞培養によって、そういうものも増えていってます。で真ん中が、垂直農法って言われているようなバーティカルファーミングですね、要はあの、地面で大地で育てるんじゃなくて建物の中に垂直にこう、積み上げて、しかも AI で完全にコントロールしてあの最適な植物を効率的に生産していくというような方法。これは都市の中に畑ができるとかそういうことですかね。もうビルの中にどんどんあの農場ができていくとか、あのもう今最新の技術だと30のパラメータ、太陽の成分とか水温とか気温とか気圧とかもう全てを制御して、もう例えばレタスだったらそのレタスに最適化したデータを AI が学習して、あでそれによって栽培スピードが8倍になるとか10倍になるとか栄養素も変わるとか、そんなことが行われたりしているというものですね。で、パーソナライズはあの、このコロナ禍でさらにニーズが高まってきてますけど、 あなた専用に作りましたっていう、最高に美味しい食事っていうことです。今例えば尿とか腸内細菌層とかから、データを取って、あの、その人に専用のサプリメントをもう配送するというサブスクリプションのサービス、これ日本でもいろんなブランドがあります、であとは DNA とか血液から、その人に最適なレシピとか食材を提案したり提供したりするサービスとか、さらに最近はあの感情とか情動のデータっていうものを取って
その人の気分をスイッチするような新しいドリンクとか、なんかまあそういうようなこともどんどん増えてきて、今このね感情情動データからのドリンクはね、私めちゃめちゃ興味があって。面白いですね、はい、健康だけじゃなくて感情まで、心の健康まで含めた食の提供になるってことですか。そうですね、まあ、もうこのパーソナライズはかなり奥深くて、もういろん何のデータを使って、うん、どういうアルゴリズムでアウトプット何にするのかっていう、もうもうかなり深いんで、これだけで1時間話せちゃうぐらいつまりあの自分が将来こんな病気になりそうだから、それを予防するためにこういう栄養を取った方がいいよっていうような食事だっていうことですよね。そうですね、はい、まあ、未病段階の体の中に、まだ病気になるのは5年10年先なんだけど、体の揺らぎを発見して、はい、今あなたはこの量を食べると5年後この病気になりますみたいな、ね、おそういうことに進化していくんだと思います、この領域は。わかりました、すごい、はい、で多分あのもうここ数年のうちにあのヘルス ID っていう自分専用の健康 ID みたいなものを、まあ、みんなが一人一個持って、あの、まあ、レストランに行くと最適な料理提供されるとか、ジムに行くと最適な食事提供されるとか、まあ、なんかそういう世界になっていくんじゃないかなというようなものですね、はい。でまあ、自動化は、まあ、結構わかりやすいですけど、あのまあ、日本だと特に人材不足とか時短効率化のために、まあこういうフードテック、あのそういうソリューションとしてのフードテックですね。まあ一つはあの今先ほど後ろにありましたサイバー和菓子の出力シーンですけど、まあ 3D プリンターでの食事、まあこれが自宅に入るともう自分の家が工場になっちゃうんで。そうですね、もう自分の体ヘルスデータを取って最適な料理ができるっていう風になる。まあこういう研究もすでにオープンメーザーやってます。で、まあ、ロボットが調理する、まあ、これはカフェ X というブランドですけど、まあ、こういうようなどんどん自動化していくとか、あとは、まあ、このコロナ禍でどんどん、ね、家庭にあの入っていっていて、まあ、これはあのヘスタンキューというアメリカ の, あのスタートアップなんですけど、まあ、スマホとフライパンがつながっていて、あの調理動画を見ながらあのプロと同じ温度時間であの全部調理ができるというのは、まあ、なんかそういうようなもうサービスになってきてるんですね。もう発売されてますね、こういうのは。この辺はかなり面白いですね。ただこの自動化っていうのは、自動化の敵はあの主婦の罪悪感だというふうに言われていてなるほど、そうですよね。出来合いのものを出すってことについ、そう関するね。そうなんで、あのいかに主婦というか、まあ、あの料理を作る側のペインの部分は自動化して、はい、うん、あの楽しい部分はよりエンタメ化するような、はい、なんかそういう設計にしないと、あのなんかね、ですね、ちょっとあ、はい、罪悪感出ちゃうじゃないですか、うん、とかですね、うん、あと、まあ、コネクティッドっていうのはその、まあ、スマホ1個持ってれば自分の健康データ、購買データ、思考データからあの、はい、もう小売流通であなたこれがおすすめっていうふうに言われて、でそれが届いたらそのままもうあの自宅にあるレンジとか冷蔵庫も全部あの IoT 化されてつながっていて、全部自動で調理までしてくれるっていうような、まあコネクティッドフードプラットフォームというのは、なんかそういうようなこともどんどん生まれてきているというようなものです。でなんでこのサステナビリティ、パーソナライズ、オートマタイジング、コネクティッドというこの大きな4つの潮流を、まあ、踏まえつつ、じゃあそのさらに先の未来ってどうなっていくのかっていうのを作っているのがオープンメールズのプロジェクトになります。どうですか杉山さん、知ってました？僕の知らないことも結構ありましたね。本当ですか？あのかなりチェックしてたと思ってましたけど、うん、もうかなり進んでるんだなっていうふうに、入ってきてるんだなっていうのはちょっと驚きました。でまあ、ここからですね、あのオープンミールズのプロジェクトを、ちょっとずつご紹介していこうかなと。このぶっ飛んだ未来っていうのがね、すごく楽しみで、はい、ありがとうございます。ぜひお願いします、はい。でまずはですね、2018年に発表した寿司テレポーテーションというもので、これはあの、まあ、大学とかいろんな企業とかと一緒に、作ったんですけど、まず、動画をご覧ください。はい、これはですね、大将が握った寿司をその場でデータ化して転送しています、データで。おお、
でお寿司ができたんですが、まあ、実は宇宙ですごい食べれるようになっていると。で料理はデータでシェアする時代になっていくぞという、もう映画の世界ですねこれはね、本当にね、はい、でこれをまあ、本当にいろんな大学の先生とか、うん、まあ、食データ化の研究をしている方々とかと、作ったというのが2018年のこのプロジェクトですね。でもこれ先ほどの一番最初に見せていただいたプリンターで紙を出力するのと考え方は一緒ですよね。そうです、なんで延長線上なんですよね。きっかけはそこなんですけど、うん、まあ、それが2030年40年50年になると、うん、こういう世界になってるよね、まあ、賛否ありますよ、まあ、いいんですよ、そういう議論が起こればいいんで、うん、で、まあ、今食の データ化して僕らは味と食感と見た目のデータと栄養素のデータ、まあ、それ既存の技術でもある程度はデータ化できるんです、はい、非破壊でも。でそれをまあ、プラットフォームを作ってフードベースと呼んでますけど、そこにオンライン上にデータを貯めていって、で特殊な 3D プリンターがあればまあ、宇宙でだって出力して食べれるんじゃないかと。すごい。いうものを、うん、まあ、サウスバイサウスウェストで2018年に発表して、この転送寿司マシンですねプレゼンテーションいいですね、はい、伝送さんのプリンターを、伝送さんもすごい協力していただいて、はい、でやったものですね。これ外人の反応どうでした？もう最高でしたそうですよねまあ、これは寿司転送マシンっていうか、このね、のれんと寿司カウンターの奥にロボットアームがいるわけなんですけど、まあ、ちょっとこれビットみたいになってるのは、はい、なんていうか、いきなり寿司をね、はい、そのままは難しいですよ、うん、そのままはね、はい、なんで我々がみんなで話したのは、解像度を下げて例えば5ミリでね切って、その食の情報を、はい、でその5ミリずつの味とか食感とか、まあ、テクスチャーとかいろんなものを平均化したものを5ミリ粒で作って、それを積層していくというアプローチだったら、うん、可能なんじゃないかということで、どんな原料がいいのかとかいろいろ検証しまして、でこれ今実際にエビ寿司を積み上げているところなんですが、はい、緑はわさびのイメージですねこれ食べれるんですか？ね、これはねデモなんで、はい、食べれないんですけど、ね、食べれるやつでも やったりしてます。あっていう、で大体1貫20分ぐらいですかね。なので1人前6時間とか5時間とかなんかそのぐらいかかるんですけど、まあ、こういうことをですね、東京から握ったお寿司をこのテキサスのサウスバイサウスウェスト会場で出力するというイベントをやりまして、はい、想像を超える反響をいただきましたこれは確かにみんな驚きますよね。やっぱサウスバイっていう、サウスバイって場所が、はい、やっぱこうみんな新しいものを探しに来てるじゃないですか、なんかワクワクする、そうですね、うん、なんで、まあ、場所にフィットしたっていうのはものすごくあると思うんですけど、まあそれまで割と日本のチームでね、いろいろディスカッションして作ってたんですけど、うん、まあ、このサウスバイサウスウェスト2018年の3月出したことによって、もう一気に世界中から問い合わせだったりとかいろんなものが来るようになったっていうようなことですねこれだけぶっ飛んだ、本当ある意味ね、本当にいい意味でクレイジーな企画っていうのはなかなかないでしょうからね、うん、でまあ、食革命、まあ、なんか食データ化される世界って3つぐらいのフェーズに大きく分かれるんじゃないかなと思ってまして、はい、で、まあ、この寿司テレポーテーションで見せたのは食を再現するっていう、うん、データで再現するっていう、うん、まあ、僕の予想では2040年以降ぐらいに実現していくんじゃないかなと思ってます。で、まあ、その手前は再現ではなくて、再現ってここに目の前にある料理をスキャンしてデータ化して全く同じものを出すんで、まあスキャンする技術とか再現する技術ってめちゃめちゃハードルが高いんですけど、まあその手前で食の転送っていう、なんていうんですかね、パソコン上でプログラムした料理をデータで出力するとか、これはもうちょっと簡単かなと思って、これですね、次説明します。はい、で、まあそれがドットキューブというものなんですけど、いや実際
あの、まあ、これはね2018年の秋にサースバイ見た人がシアトルのフードテックカンファレンスで何か発表してくれということで作ったやつなんですけど、あの食をデータで転送してやり取りするときに、うん、あの規格が必要じゃないですか。そうですね、世界標準のでそれまだないんですよ、はい、おださっきのポストスクリプトみたいな話ですよね、うん、プリンターでいう通信の。あ、そうそういうことで、まあ、PDF とか JPEG って皆さん使われてる、うんと思うんですけど、これってあの世界中で同じデータやり取りできているじゃないですか。はい、そうですね。ルールが決まってるからこそ。これそう、あのルールが決まってるからできてますね。で、食はできないのは世界標準がないからだということで、それもオープンミルズが作るしかないんじゃないかというので、このドットキューブっていうのをあの、まあ、構想を打ち出したんですね。はい、で僕らが考えたのは、あの食の最小単位を3センチのキューブにしましょうと今度は。でそれをレイヤー構造っていうルールを作って、そのレイヤーごとに食感味香り温度栄養素の、まあ、プログラムというかパラメーターを設定できるようにして、でそのレイヤーの数とか順番とか比率とかね、あの出力するノズルの径とか、あの点で出すとかね、線で出すとか面で出すとか、なんか、まあ、そういうことを設計すると、まあ、いろんな食が作れるんじゃないかということで、で、まあ、そのユーザー側ですよね。エンドユーザー側は、はい、うん、あのみんながみんな毎回プログラムしないじゃないですか、うん、なんで、まあ、一部のフードキューブのクリエーターが作ったものがこうオンライン上に上がっていて、でそれがあのシェフランキングとかね、今日のおすすめとかがあって、それを自分が食べたいものを選んで、まあ、もしかしたら大きさを変えたりとかね、自分で少しいじったりとか、まあ、そういうことをして、まあ、それ専用のプリンターがあれば、あのいろんな食が食べれるようになるんじゃないかっていう、あの、まあ、そういう構想ですね。あ、確かに一個のルールにしちゃった方が、うん、みんなが参加しやすいし、広めるときにも広めやすいんですよね、多分ね。そうですね。なんで、あの、まあ、まずはあのキューブ、うん、余計な複雑な要素を一回排して、あのでこれができるようになれば形だったり食感だったり、まあ、いろんなものをどんどん複雑にしていけばいいと思うんですよね、うん、っていう、まあ、まずベースのなんていうか、ね、まあ、最初ゲームボーイもモノクロの8ビットとか4ビットだったじゃないですか、はい、そこから始まりましたもんね。今はね 8K とか 16K とかなってますけど、うん、まあ、なんかそういう最初の一歩はこういうことなんじゃないかなっていう構想、はい、で、まあ、今まさにですね、あのこれは何ですか、まあ、どういう、まあ、これはあの、うん、3センチのキューブで食感の検証ということで、これは CG ですけど、あの、まあ、プレーンだったりだとかトラス構造だったりとかレイヤードにするとか、まあ、いろんなことで、あの要はただの食感だけじゃなくて機能性も持たせていけるんじゃないかなと思ってるんですよね。ああ、なるほど。例えば左下とかね、あの細かい気泡が開いてるのことをプリンターでできたとしたら、中に水分をすごく含むような、例えばそういう、ね、あの要は 3D プリンターでやるってことは自然界にないとか人間には絶対にできない構造をあの実現するってことなんで、まあ、もしかしたらものすごく腐りにくいとか。そうですね、面白い。すごく軽いけどお腹いっぱいになるとか、ちょっと分かんないですけどなんかこう、なるほど、形とかデザインだけの話じゃないんですよ、うん、なんかあの後で質問しようかなと思ってたのは、いわゆるあのシェフの方が作った料理を超えるものってできるんですかって質問しようと思ったんですけども、こういった 3D プリンターを使うことによって人間の手では再現できなかったような、うん、まあ、そもそもの食材を新しく発明できるってことですよね。そうですね。なんであの僕も美味しい料理大好きですし、はい、あのまあ、オープンミルズのメンバーにもシェフ、素晴らしいシェフいっぱいいますけど、ものすごくリスペクトしていて、うん、で彼らの感性は今あるなんていうかこう素材で、ね、制約されてるわけですよ、うん、あのまあ、人間が感じる限界の中でも制約されてるわけですよ、うん、でもフードテックっていうのはそれすら解き放つ可能性があるっていうふうに思っていて。そうですね。そうなんですよ。だからもっとこうやったら人間は美味しく感じられるかもしれないっていうことを、うん、じゃあプリンターで
今まで世の中に存在しないあのテクスチャーを作ってみようとか、口の中で動かしてみようとか、あ、なんかそのいろんな新しいあの要素を加えていくことによってあのもっと進化するかもしれないですよね。そうですね、はい、そして次は、はいはい、これ時間こんなスペースで大丈夫なんでしょうか。どのくらいあるんですか。あ、でも大丈夫だと思います。大丈夫ですか、はい、でも一つ一つが面白いんで全部しっかりと伺いたいですね、はい、で寿司シンギュラリティっていうのは、これは2019年に発表したものなんですが、まあ、さらにいろんなメンバーがどんどん増えて、これはですね、あのちょっと一般の人も体験できる、うん、あのフードテックの場を作りたいっていうような話をしているもので、あの、まあ、食デジタル化による大きな2つの革命っていうのがあると思ってて、まあ、1つは今のドットキューブみたいなあのデータによって世界中の人と食がどんどんつながっていく、あの、うん、まあ、今ってね、お母さんが作ったら家族が食べるとか、お父さんが作ったら家族で食べるとか、はい、まあ、シェフが作ったらそのレストランの人が食べるとかに来てる人が、まあ、今はね、ウーバーイーツとかいろんなものであのさらに広がってますけど、まあ、これパソコン上でデータで料理作ったら世界中の人がそれをダウンロードして食べれるようになるっていうね。そうですね、うん、でそれでダウンロードしたものをさらになんていうか、こう自分はここの味が気に入らないとかって言ってちょっと改造してデータ上でプログラムを書き換えてまた配信するって、なんかそういうことが起きていく。でもう一つはあの、まあ、パーソナライズですね。あのヘルスデータから、うん、あの最適な、その人に最適な料理を作っていくという、まあ大きくこの2つをですね体験できるような寿司屋を作ろうということで、あのレストラン寿司シンギュラリティというですね、はい、構想を立ち上げまして、で今はこの実現に向けてあの進めていったりしてるんですけど、これがあのレストランの構想ですね。いや、かっこいいですね、なんか、はい、で、まあ、かなりいろいろ黒丸がついてますけど、あの、まあ、真ん中に栄養素のディスペンサーがあったりとか、うん、ロボットアームがあったりとか、まあ、3D プリンターもね、いろんなプリンターの形があるんで、あ、形というかその機能があるので、さまざまなプリンターとか、あとは細胞培養の、まあ、水槽とかですね、 AI の植物工場とか、まあ、いろんなものが一体となって、でも当然その人の感覚とかはね、あの感性とかものすごく重要なので、まあ、最後仕上げるのは寿司職人、うんうん、でこのお店に行くには、まあ、オンラインで予約するとヘルステストキットが送られてきて、あの、まあ、解析されると、あの杉山さんだったら杉山さん専用のヘルス ID というのが発行、はい、でそれを持ってお店に行くとですね、あのこれあの栄養最適化システムなんですけど、これあのビタミン B2 と、マグネシウムと赤く光ってるところが足りてない栄養素ですね。それが注入されてる。で実際行くとどんな感じになるのかっていうのを、あのめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。映像化したのがこのシンギュラリティザムービーですね。でこ の, あの男性はヘルス ID を持っているので、のれんをくぐると、もう入ってくるなり分かると、そうですね、あの顔認証でその人のヘルスデータがお店側に伝わって、あの自動であの注入されますと、まあ、ヘルスデータってもうすごい個人情報なので、あの、まあ、人を介さずにあの完全に自動でね、その人に最適化された料理がおすごいすごいできていくと。で、まあ、いろんなフードファブリケーションマシーンがパーツを作って、で最終的に人が仕上げるとか、まあ最初の料理の着想は人間が考えているとか、まあなんかそういうような、あの人とテクノロジーの、あの競争によって、まあ、どういう新しい食体験ができるかとか、あの、まあ、食文化、新しい、ね、食の景色ができていくのか、まあ、そこを結構あの僕すごい興味がある部分で、描いていってるというようなもので、まあ、これをぜひ万博あたりでやりたいですね。でもこれ坂木さんのやつって
あまりにもちょっとぶっ飛んだ発想かなと思いましたけど、こうやってもうかっこいい映像でプレゼンテーションで見るとなんかできちゃいそうな気がしますよね。そうですね、もうなんか現実なのかと思っちゃうぐらいの仕上がりなんで、これ結構ポイントはですね、それす、はい、あの素晴らしい指摘をいただいてありがとうございます、はい、僕のプロジェクトのやり方が妄想だけで書いてるんじゃなくて、はい、その今これコンセプトメニューって全部名前ついてますけど、一個一個すべてまあ専門家、まあ、大学の先生だったりだとか研究者だったりとかいろんな人に話を聞いて、こういう技術が今あるんだったらこういうお寿司できるねっていうアプローチもそうだし、僕からこういう寿司体験作りたいんだけどじゃあこの技術あるよみたいな、なんかそういうディスカッションの上に作られているので、はい、結構リアリティがあるものになっていると思います。でちょっとだけ紹介すると、はい、これは細胞培養マグロなんですが、これはですね、日本の培養肉ベンチャーのインテグリカルチャーの方に少しお話をお伺いして作った CG なんですけど、まあ、要は細胞培養って何ていうか、いきなり培養して細胞なんてね、こんな一滴のを培養して、はい、それがいきなりマグロにはならないじゃないですか、はい、なんで要はその細胞が増えるんですね。だからこう筋肉は筋肉しか増えないんですよ、うん、なのでそれ培養しても美味しいマグロにはならないので、うん、まあ、これは中に透明のストラクチャー、白いストラクチャーが見えてると思うんですけど、あれが繊維と油を混ぜたもので 3D プリンターで出力して、その周りに培養させて肉を付着させて、でそれを最終的にこうスライスしてやると、一番美味しいその赤身とサシの割合みたいなのをデザインしてちゃんとデザインして作ってるわけですね。ってことができるんじゃないかというアプローチ、これは。でこれはですね、これはね、僕から、うん、口の中で動くっていう、うん、要は味とか食感とか温度とかテクスチャーとか以外に動くっていう新しい要素を加えた時にどういう風に感じになるのかと。なんで動く寿司口の中で作りたいっていう話をしたら、はい、これは建築工学の東大の方がそれはねネガティブスティフネスハニカムでやれるすごいなんか数学的科学的なアプローチなんですねそうそう、ネガティブスティフネスハニカムってなんかこう、まあ、こういう構造らしいんですけど、ちょっとこう押すとシュリンクして勝手にこうパーンって跳ね返ってくるっていう、あ、弾力を、そうそうそう、本当にタコを食べてる時の弾力みたいなものをさらに超える食感を作るんですかね、うん、これで。そう、でそれをタコのちょっとねこういう弾力の硬さだったら、うん、口の中で噛んだら跳ね返ってくるみたいな、なんかこうすごい新しい食体験が生まれるんじゃないかっていうの。いや、めちゃくちゃだけどこれ食べてみたいで、まあ、でも結構硬くないと跳ね返ってこなかったんですよ。ああそう、はい。でこれはだしスープユニバースっていう、これは口の中で液体が弾けるような、なんかそういうようなお寿司っていうアプローチなんですけど、これはねアルギン酸ナトリウムとカルシウム溶液を反応させると膜ができるっていう化学反応ですね。結構エルブジとか、はい、なんかこうイノベーション QG って言われるような、うんうんうん、なんかそういうところではよく使われる技術なんですけど、うんうん、まあ、それを寿司に応用できないかっていうのは割とこれは現実的なアプローチなるほどですね。まあ、その中に 3D プリンターとか CNC ルーターとかで削り出したこう魚肉とか金粉を浮かべてなんか美しいお寿司ができるんじゃないかと。いや、なんか今 LPG の話出てきましたけど、うん、いわゆる液体窒素使ったりとか、うん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 、スポイトで何かやったりとか泡を使ったりとかっていう LPG がこれまでの料理の世界でちょっとジャンプさせたじゃないですか。はい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 。でもオープンミルズのジャンプの大きさもっとすごいですねでも やろうとしているアプローチは、はい、似てるんですかね、似てるああいう科学的なところとか。そうですね、要は
新しいテクノロジーを使ってもっと食の可能性広がるんじゃないかっていう、ね、はい、結構ピュアな好奇心だったりとか、うん、でそこに対していろんな技術者が一緒に、ね、入ってきたりとか料理人が入ってきたりとかっていうことじゃないですか。確かにもう食ってサイエンスですもんね、うん、サイエンスですね、はい、本当にそうだと思います。へ、はい、っていうような、うん、すごいですね、もう、はい、これってあの榊さんの周りにはそういう専門家とか大学の先生とかのチームがいらっしゃるんですか？プロジェクトごとに違いますね。で、まあ、いろんなアプローチがあって、はい、あのまず僕が思いついてビジョンがね、こういう食体験作りたいみたいなのがあって、はい、で後からそれを研究している先生を探すっていうパターンもあれば、うん、あのまあ、僕いろんなプロジェクトであのムーンショットとか、うん、いろんな最先端の研究させてる方の取材をずっと続けてるんで、そこで知るじゃないですか、うん、そんな技術あるのっていう、はい、でそこからインスピレーションを得て、あのちょっと一緒にこういうプロジェクトやりましょうみたいなこととか、あ、まあ両方のパターンがありますかね。でも一番重要な、はい、榊さんが思いつくっていうのはどこからの着想があるんですかね。どこからの着想、例えばなんかあの、うん、それこそ、SF ですとか、なんかどういうことから新しいことを榊さんが妄想されるかっていう。 SF はめちゃめちゃ見てるんで、まあ、そこのインプットは何かしらにつながってると思うんですけど、ですね、でもやっぱ常になんかこう、まあ、今オープンミスやってるから全部こう食に紐づけて全然考えるじゃないですか、はい、したらこうどうやったらもっとこうあの新しい食体験できるかとか、人が喜ぶかとか驚くかとか、あとはまあ課題解決ですよね、あの、まあ、先ほども言ったような食の課題、あの健康の課題とかフードロスの課題とかっていうものに解決できるのかっていうのがもう常になんとなく考えてるんで、何かこう新しい技術とかに出会った時にそれとも結びつけて、で、まあ、デザイナーなんでもともとね、はい、あのアウトプットが言葉でもなく、うん、まあ、論文でもなくあのビジュアルになるっていう、いや、ビジュアルのクオリティがまず素晴らしいですね、本当にね、うん、ありがとうございます、まあ、あの僕が書いてるんじゃなくてね、うん、あの、うん、チームでメンバーがあの作ってくれてるんですけど、榊さんのチームには、はい、あのいわゆる食の専門家っていうのもいらっしゃるわけですか。あのあ、そうですね、シェフとかそういった方たちも、はいはい、じゃあそういった方たちと一緒に新たな食を作り出すっていうことを考えられてるので、はい、そうですね、なのであの、まあ、言ってみれば僕はあのつなぎ役みたいなものだったりするんですよね。で、まあ、チームのつなぎ役でもあるし、はい、あのまあ、未来と今のつなぎ役みたいなことになれるといいなと思ってるんで、要は未来ってね、あの今はまあ部下の時代とか言われても変化が激しすぎてどうなるか全くわからないし、はい、何か新しいものを作ろうと思ったらあのこれまでと違って一つの企業だけじゃ無理で、産業だけでも無理で、いろんなところがつながらないといけないんで、そうですね、何かこう分かりやすいワクワクするゴールみたいなものが、ね、はいはい、うん、まあ、ビジュアルって共通言語じゃないですか、はい、で羅針盤にもなるじゃないですか、なんかそういうものが一個あるとあのみんながそこに向けて一緒にやろうぜって突き進めるっていうね。そうですね、うん、なんか今って本当にメーカーとかものづくりの企業がこれまでであれば自分たちの会社の中のリソースで、うん、まあ、情報とか割と閉じて研究してきましたけど、うんうんうん、もうそれだけだとやっぱり新しいものを作るのには限界があるって言って、うん、オープンイノベーションだったりですとか、そうですね、うん、あとこんなものを作りたいと思ってるんだよっていうことを途中段階で発表することによって仲間を募って、うん、さらに出資も募ってチームを組んでっていう作り方に変わってきてますけど、そうですね、まさにそれを実践されてますよね。そうですね、まさにあのオープンミルズのビジョンドリブン型のメソッドっていうのはそういうことで、あのいや実際ねオープンミルズも最初僕の構想が一人ぶっ飛んでても、はい、何も実現できないんですよ、みんなが理解しないと共感しないと、はいはい、なんであのある時からこれ作りたいんですって絵を描いて持っていくようにしたんですよね。
でそうすると、はいはい、まあ、ミーティングの場にはその公文史学者とかね、大学の先生とか、はい、プリンターのエンジニアとか、うん、料理人とかいろんな人がいるんで、同じ日本人でももう言語違うんですよね。思考回路が全然違うので、うんうん、平行線なんですよ。でそれをこれ作りたいんです次はっていうふうにすると、うん、急に議論がね盛り上がるというか、あお前これ作りたいんか、じゃあこれは無理とか、うん、これだったらできるみたいな。なんでやっぱビジュアライズすることによって一つゴールが設定されるっていうのを飛ばすと未来にね、だいぶ遠くに。確かにそうですね。いや日本って結構やっぱオープンイノベーションめちゃ苦手じゃないですか。苦手ですね多分ね。技術、一個一個の技術はすごいんですよ、基礎研究とかも含めて、うん、なんですけど、やっぱこう長時間かけて秘密裏に一社で完成度を上げて、そうなんですよね、秘密のベールに包んでポンって出そう、うん、出すっていうね、それがまあ日本の文化なのね。でももっと混じり合った方が面白いものができるんだけど、まあ、結構そこが垣根がある感じがするんで、まあ、それは垣根を交わすためにもやっぱこう一個、うん、食産業の未来こうなるんじゃないみたいな、まあ、そういうのねいっぱいねビジュアライズしてるんですよ、今見せたもの以外にも。あ、そうなんですか。15個ぐらいあるんですけど。へえ。みんなで本当目指せるものが遠くにあれば、うん、そこをもう手つないでいけますもんね、目指して。そうですね、まあ、なんかそういう役割かなというふうに思ってやってますね、うん。まあ、もしかするとちょっとこれは分からないですけども、榊さんご自身がもともとそのシェフであったわけでもないというようなことさえも、なんか今のそのリーダー役としては結果的にはなんかそれがみんなの手をつなぐときになんかいい方向にもなっているような気がしますけどね。ちょっとそれは分からないですけども、やっぱり専門家になればなるほど、うん、すごく細い路地に入っていくじゃないですか。はい、わかります。深く掘っていくと、はいはい、やっぱこう見えなくなるものってあるじゃないですか、うん。でやっぱそういう専門家の人とかその産業にどっぷり使ってる人と僕の差って、まあ、僕のメリットって白紙かぐちゃぐちゃかだと思うんですよ。そうだからある意味これまでの、まあ、常識だったりとか通年概念を超えた発想が出せるっていうことですよね。そうですね。その産業にいると恥ずかしくて絶対言えないようなアイディアとかも平気で言えるじゃないですか。はい、うん、なるほど。まあ、だからその役割、まあ、でもこれからそういう役割の人でも重要ですよね。それは本当そう思います。榊さんが、うん、その食のイノベーションを起こされているので、まあ、食の分野が進化しますけども、それぞれの分野産業にそういう役割の方がいれば、うん、もっともっと新しい発想でものづくりができそうな気がしますよね。うん、そうですね。なんかね、今日はちなみに食の話で榊さんにお伺いしてますけど、はい、榊さんこれからなんか先に食以外になんか狙ってることあるんですか？そうですね、まあ、今は結構でも食に集中してますけど、うん、まあ、次違う産業に行こうっていうよりかは、なんかこのつなぎ役的な、つなぎ、あ、はい、なんか この活動をもうちょっとこう加速してっていうか広げていけると面白いなと思っているので、うん、今いろんな今はムーンショットの研究者の方々に一人一人、はいはいはい、先生方に取材をしていって、まあ、ムーンショットだって内閣府が進めている、うん、2050年に向けて破壊的イノベーションを起こしていこうという、まあ、活動ですけど、うん、要は今ムーンショットの活動を知ってるのってほとんど研究者と国の人と一部の企業の人という感じですごく閉じていると思うんですね。ぜひ知らない方調べていただくとものすごい面白いプロジェクトなんですけど、国家プロジェクトなんでね、うん、でビジョンをやっぱり解像度高く描けてないというか発信できてない部分があるんじゃないかなというふうにちょっと思っていて、うん、まあ、その部分は結構僕好きなので、まあ、
内閣府の方も含めて、はい、あの JSD の方とか教授とかにいろんな人に取材をしていて、あの掛け合わせて、でその技術だけじゃなくてね、はい、あのまあ、世界のメガトレンドとか、うん、あとはその忘れがちなのは生活者のインサイト、はい、生活者視点でどう変わっていくのか、なんかそういうことも含めて、うん、あのまあ、ヒューマンウェルビーイングな未来を作るっていうのがムーンショットの大きな目標ですけど、まあ、そこをビジュアライズして今メディアさんと組んであの記事発信していくっていうのは、あ、そうなんですね、まあ、なんかそういうこともやろうとします。あ、それは楽しみですね、はい、あの今回メディアミッション東京にもムーンショットプロジェクトからに参加されている南沢さんのコーナーもありますよね。南沢さんも取材させてもらいました。あ、そうなんですね、はい、面白いですよね、面白いですよね、サイバネティックアバターのね、そうそうそうなんですよね、はい、でどうしましょうか、うん、これ続きいきます。あ、ちょっとこの後ろのやつを、そうですよね、さっきご説明途中だったんですけれども、はい、じゃあちょっと飛ばしてそれ話しますね、はい、今ちょっとスライド、今寿司シンギュラリティのね、この辺はサウスバイに出したものです、はい、ということなんですけど、これサイバー和菓子ですよ、はい、今回またメンバーがいっぱい増えまして、今回はちゃんとあのシオンさんという和菓子作家さんも参加してもらって、作ったんですけど、変わりゆく季節をデータで味わうというテーマでやっているプロジェクトで、これはあのオープンミルズで初のちゃんとお客さんにお金をいただいて料理を提供するというプロジェクトになってます。で、あの冒頭ちょっとだけ説明したかもしれないんですけど、あの、まあ、3D プリントする和菓子です、一言で言うと。ただ当然あのただ 3D プリントしてるわけじゃなくて、あの気象データを使っています。で、気温、風速、気圧の気象データを独自のアルゴリズムで、日々異なる和菓子のデザインに形成して 3D プリントしているというものです。で、なんでこんなことをしようと思ったのかというとですね、ちょっとこれムービーを見ていただくと分かりやすいと思うんですけど、まあ、和菓子って四季を感じる文化じゃないですか、はい、そうですね、ただですね、今気候変動で四季が乱れすぎていて、まあ、本来は和菓子って、これ和菓子作家さんと一緒に話してて知ったんですけど、はい、あの1年を24個に割って1節気先をあのいただくのが走りって言って粋な和菓子の食べ方らしいんですね。はい、要は桜が2週間後に咲きそうだぞという時に、2週間後にそろそろ桜の季節だなって言って食べるのが和菓子の域だと。あ、なるほど、やっぱ季節を食べるんですね。そう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 、今それがずれすぎているので、あのじゃあデータで感じる和菓子にできないかということで、今出てましたけど気温、気圧、風速のデータを使って毎日のデータがこうデザインして、でこの辺は過去の気象データから再現したものですけど、こんなに差が出るんですね。そうですね、あの美しくちょうどいい感じに差が出るようにアルゴリズムを作ってます。うん、これあの本当皆様にお伝えしたいんですけど、僕食べさせていただいて普通に美味しかったです。はい、美味しかったでしょ。美味しかったです。美味しかったでしょ。あの和菓子の本当に味がしました。美味しかったです。はい、そうなんです、まあ、ちゃんとあの和菓子作家さんもあの入って一緒に作って、で練り切りっていうものですけどね、これを 3D プリンターがもうちょうど美しく出力できる水分量とか粘土とかに調整して作ってます。これ特にあの日本の和を感じるからさらになんかいいなって僕ちょっと個人的に思ったんですけど、うんうんうん、これまでのまあプロジェクトもお寿司ですとか、はい、やっぱり和を意識されてるじゃないですか。そうですね、それは何かあるんですか。そうですね、あの和を意識しているというよりかはあの、まあ、文化を意識しているという感じなんですけど、あ、なるほど、そうですね、要はその食文化っていきなり新しくならないじゃないですか、うん、あのこれまであの食文日本食って、ね、世界に誇る食文化があって、はい、でまあ、お寿司だったり和菓子だったりとかも素晴らしい食文化があって、はい、でそこには職人の技術だったり思想だったりいろんなものがあるじゃないですか。でそ
この延長線上に 3D プリンターってものが加わったらどうなるかとか、デジタル化したらどうなるかとかっていうことがリアルじゃないですか、はい、いきなりプリンターでなんかよくわからん料理作りましたっつっても、はい、それってなんかちょっと受け入れられにくいですよね。受け入れられにくいですし、まあ、ちょっと個人的な感覚ではあんまりそれは魅力に感じなくて、はい、やっぱりその和菓子っていう日本人が大事にしていた四季を感じるっていう、はい、まあ、その四季を慈しむというかね、なんかそういう感覚が 3D プリンターとか気象データっていうものっていう技術が世の中に出た時に掛け合わさるとどう変わっていくんだろうかと。うん、でも四季を感じるっていうのは変わらないわけです。四季をめでるっていうのは変わらないわけです。そうですね、はい、これ今ちょっと出してますけど、うん、データによって季節を感じるっていう新しい感じ方になるっていうね。で、まあ寿司もそうですよね。だからそこを大事にしたいっていう思いでやっております。わかりました。すごい数々のプロジェクトをご紹介いただいて、うん、これから榊さんがどんなことをされたいかとか、はい、あとちょっと今実はこっそりとご相談させていただいている、お、言っちゃっていいんですか、森ビルが今、はい、新しい街を開発しているプロジェクトの中で、うん、なんか僕としては榊さんとなんかご一緒できたら面白いななんて勝手に思ってるんですけども、ね、うん、特に虎ノ門というエリアがこれから大きく変わっていくんですね、うんうんうん、23年に向けて。でそこの中でちょっとまあ未来を感じさせるような街に したくてですね。でその中でまあ食文化などもちょっとアップデートさせながら、お客様にここでしか体験できないまあ価値を提供するにはどうすればいいかなって考えてますので、うん、なんか同じ思いで妄想が実現できると面白いですね。ぜひぜひ虎ノ門を、ね、未来食の街にするっていう、いやそれやれたら楽しいですね、はい、やっぱ世界中に美食を求めてね、うん、世界中から来るところはね いっぱい、まあ、東京もそうですし、まあ、サンセバスチャンとかねいろんな場所がありますけど、未来食っていう今誰も世界でまだ誰も体験したことのない、うん、食のとの出会いっていう場所ってやっぱまだ世界にないと思っていて、僕の知る限りは、はい、だからそれをまあ、東京虎ノ門だったりだとか、いいですね、まあ、そこはただレストランがあるだけじゃなくて、はい、まあ、そういう世界中 のイノベーティブなシェフとかテクノロジーが、うん、まあ、クリエイターも集まって、はい、まあ、食のサウスバイサウスウェストみたいな、あ、まあ、そういう、ね、イベントもやりたいですし、フェスもあれば普段からクリエイターアーティストがそこでも研究してるような場所があったりとか、うん、ギャラリーもあればいい、ね、フードアートギャラリーもあればフードテックのスーパーもあれば、うん、フードテックももう聖地にしたいですね、うん、本当にね、世界のね、そう、いやめちゃめちゃ人来ると思いますけどね。食って ね日本に来る理由、そうそうそう、ダントツ1位食ですよね。そうですよね。どこ行くにもやっぱ食っていうのは一つの大きな、うん、目的だと思うんで、世界中ここでしか体験できないってなるとやばい、それは相当やりたい、と思いますけどねですね、はい、ぜひちょっとその妄想話はちょっとこれからまた個別にご相談させていただきながら、はい、ぜひ寿司シンギュラリティですとか新しい食体験の街をちょっと作りたいので、はい、ご協力いただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします、はい、今日はたっぷりお時間いただきましてお話いただきましてありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。じゃあ本日のMAT トーク2021については終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。榊さん、ありがとうございました。ありがとうございます。